本とアメリカの EP3 電子戦偵察機共同訓練が実施されたよ。これによって東シナ海の防衛事情も変化しつつあり、それに対応するというか、反応したのが中国だね。標的となったのがもはや恒例と言いたくなる尖閣諸島で、報道規制があるとは考えたくないが、日本のマスコミが報道しないことはかなりあるよな。今回は中国領と主張するの中にあるミスチーフイクリの上空を海自の航空機が断りなく飛行したという指摘を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。例えば台湾関係のニュースだけど、2011年平成23年3月11日のあの大災害に世界各国から支援の手が差し伸べられたんだけど、一番早く動いてくれたのが他ならぬ台湾だったことを被災地以外の地域で知ることができたのは、数年後のことだったよね。台湾のパイナップルを中国が輸入拒絶というニュースが話題になったのは最近のことだから皆さんもご存知の方が多いだろうな。ある新聞の台湾駐在員が日本人がパイナップルを買ってくれた。ありがたいとお礼を言われたというエピソードも紹介されたぜ。このように報道されるニュースは時勢によって変動することがあるようで、報道という本来の意味からすれば逸脱しているという感じがするよね。さて今回だけど、報道されないニュースの一つを紹介していくよ。題材は中国で、南シナ海を海上自衛隊 P3C 哨戒機が飛行したことに中国が猛反発したんだけど、日本は無視したというニュースだね。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土で、その周辺海域も当然日本の領海だぜ。中国はその海域へ幾度となく侵入行為を繰り返したり、日本の漁船を追い回して操業の邪魔をするなどしているのだが、次第に行動は凶暴化しているようだな。領海を侵犯されても、日本は武器で攻撃することはできず、せいぜいが退去を呼びかけるという紳士的な対応しかできないんだけど、だからこそ日本を見くびっているんだろうね。2021年2月、中国は日本政府に非難声明を出していて、理由は我が国の領土である中国の主張によれば南シナ海上空を日本は無断で飛行したということだったんだ。中国に言わせるともともと南シナ海の約 80% の海域は自国領なんだそうで、確かに昔々はそうだったのかもしれないな。東亜元など対外領土を拡大した巨大帝国の時代も、明の帝和などに代表される大航海時代が中国にあったのも史実だぜ。しかし、21世紀現在の状況は全く異なっているよな。なのに勝手な主張を声高に叫ぶ中国は日本だけではなく、因縁のある台湾はもちろん、インドネシアやフィリピンなど周辺国との紛争原因となっていて、しかもこの紛争が長引く種にもなっているんだ。今回は中国領と主張するの中にあるミスチーフイクリの上空を海自の航空機が断りなく飛行したという指摘だったよ。この指摘に対し、現在の防衛大臣岸信夫氏は2月26日の記者会見の席上海上自衛隊 P3C 哨戒機の飛行行動を中国から非難されたが、この行動は国際法上適法であると改めて述べたね。つまり、この海域は中国領ではない日本領だという日本の従来の立場を改めて公表したと言えるな。その南シナ海では、アメリカによる航行の自由作戦が継続して展開されていて、フランスの原船も2021年南シナ海を航行すると表明しているらしい。この2国に倣うかのように、イギリスも2021年最新鋭航空母艦クイーンエリザベスを派遣すると決定したとか、女王の名を冠したこの艦には、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型双方の飛行隊を艦載させる予定になっているとも言われるよ。ということは、中国が主権を主張している南シナ海に3つの大国の艦隊が派遣されるということだね。こうやってアメリカやヨーロッパ主要国が南シナ海へ集結するということは、ひょっとしたら西側諸国が協力して中国の海洋進出南シナ海を含むの状況を牽制しようと考えているのでは?と期待してしまうよ。もしこの国々がそういった意図で行動しているのなら、日本には非常に心強いのだが、果たしてあの中国に効き目があるのか。なんといっても相手は軍事拡張に命を懸けているような国で、アメリカなど外国艦隊を見ても、
脅威と感じるほど可愛げのある国とは思えず、怯えるどころか、逆に反発してまたまた軍備増強路線を突っ走りそうな嫌な予感がするぜ。今回中国と日本の争点になったのはミスチーフイクリで、この干渉はフィリピンのパラワン島から西方約 209km の洋上にあり、中国が実効支配するまではフィリピン領とされていたよ。ところがアメリカ軍がフィリピンから撤収した数ビッグ基地からの撤収など隙を狙ったかのように、勝手に建物を建設してしまったな。目の上のタンコブイコールアメリカがいなくなったので、この機を逃してはならぬと急いだんだろうな。この処置に当然フィリピンは抗議したが中国は我が国の領主を守るために建物を作ったと言い張ったそうだ。中国の南沙諸島人工島建設が国際的に知られるようになったのは最近のことで、2014年平成26年頃と言われ、わずか2年で7カ所も工事を行ったよ。こういった動きが人工衛星から確認できなかったのだろうかと疑問に感じるし、まさか、わかっていて手をこまぬいていたということはないと思いたいよね。中国が作った人工島の多くはミスチーフイクリと同じように満潮時には水没してしまう小さな暗礁なんだけど、強引に埋め立てた中国は、超短期間に人工島を完成させてしまったわけで、これが実効支配の証拠とされたんだ。注目される3カ所は前出のミスチーフ礁、ファイアリークロス礁、スビークリで、この3カ所には戦闘機から爆撃機までどんな航空機も使用できる大きなサイズの滑走路が作られたんだけど、中国が作ったのは滑走路だけではないんだ。軍事関係施設だけでなく、民間施設までも含む多種な建物が確認されるらしく、港湾の整備も進められていて、航空戦力だけでなく海軍の拠点としても使用されることが予想されるぜ。逆に言えば、中国以外の国にとって南シナ海のこの3カ所は脅威になる可能性のある場所ということだな。中国は軍事関連以外の施設を建造し、民間人を送り込んでいるが、この場所は小さな干渉だった時には干潮時以外は海中に沈んでいた場所だからな。つまり人間が住むことは不可能だったわけで、居住できない場所を強引に埋め立てて土地を造成して、軍人ではない人間を送り込んだことになるぜ。個人的には、干渉を埋め立てた地盤は強くないだろうから、地震や津波があったらひとたまりもないのでは?とそちらも気になるよね。中国が民間人を人工島に送り込んだのは人間の盾にするためだったと思われ、戦闘で民間人の犠牲が出れば世界中から非難されるから。あえて民間人を敵前に送り込むという非常な措置は戦術としては理にかなったもので、真心の兵法を彷彿させるよな。中国とアメリカが軍事衝突した場合の主戦場は南シナ海が最有力と推定されているから、戦略的には中国が優位に立っているのかもしれないぜ。尖閣諸島のように、本土から遥か遠く離れた島嶼部では、実効支配した者が勝ちという傾向が強くなっているように感じるよね。昔からの主権を持っていると主張しても、実質的に支配してなければ、主権は無視されてしまうということになりかねないということだよ。日本も散々揉めた末に尖閣諸島を国有化したはずだが、それだけで実質的な手は何も打っておらず、日本の領土だと強く主張しても、実際の場所に中国人がいたら証拠にはならないのではないかと思うぜ。政府の目が行き届かない離島について、地元の漁師さんたちにばかり不安な思いをさせることなく、海上保安庁や海事、空事の対応にも期待したいところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月19日、防衛省が2024年当初防衛予算案において財務省の鈴木俊一財務省と木原稔防衛省が会談を実施し、導入が中止されたイージスアショアの代替として建造が計画されているイージスシステム搭載艦の1隻あたりの建造費として、3371億円を計上することが決定したと発表したよ。今回予算計上が決定されたイージスシステム艦については、1998年北朝鮮のミサイル発射実験において、テポドンが日本列島上空を通過して飛翔した事件に端を発していて、この事件によって日本の領空の安全が脅かされると判断した防衛省では、
自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化し、海上自衛隊が保有しているイージスシステム搭載護衛艦 DDG と航空自衛隊が配備しているパトリオットミサイルによって対処する体制を整備したわけだな。今回はそんな2024年度予算案で、海上自衛隊のイージスシステム搭載艦に3731億円を計上した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、冒頭で述べた件はあくまで当時の現有装備の最大活用という対応でしかなく、特にイージスシステム搭載護衛艦については、BMD バリスティックミサイルデフェンスミサイル防衛のための、パトロールという目的だけのために拘束されてしまうことになり、中国海軍の進出が著しい南西諸島方面への展開や必要な連動を維持するために必要な訓練の時間が確保できなくなることが懸念されていたんだ。このことから北朝鮮が開発を進めている弾道ミサイルの BMD 任務専従となるべく、イージス艦におけるイージスシステムをそっくり陸に上げて運用する方向で話が進み、それらの地上配備部隊整備が決定され、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議において、そのために必要な装備としてイージスアショアの導入が決定されたわけだね。防衛省は秋田県と山口県に配備を計画していた2機のイージスアショアは、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターが配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、配備を反対する地元への説明が不備だったことなどの問題が発生したことで、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省が導入計画の中止を発表したよ。それを受けた日本政府は、すでにアメリカのロッキード・マーティン製のレーダー ANSPY-7 と、イージスシステム2機を発注する契約が済んでいたことから、これらをキャンセルせずに活かすべく今回のように地上の制約を受けない、洋上の艦艇もしくは建築物などへ搭載して転用することを決定したってわけ。洋上への転用についてその方法についての議論がなされ、護衛艦を新造して搭載する案のほか、民間の船舶をチャーターして搭載する案や、洋上に海上油田のような大規模な建造物を構築してそこに配備する、オイルリグ型の3つの洋上案が検討されたが、敵の攻撃に対する防衛や脆弱性などが重視された結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となったな。2020年12月18日に日本政府は新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についての閣議において、ANSPY-7 とイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造して、それらを海上自衛隊が運用することを閣議決定したんだ。このイージス武器システムベースライン J7B は、海上自衛隊が運用している最新のイージス艦である、マヤカタ護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型で、このシステムにアメリカ海軍のアレイバーク級ミサイル駆逐艦に搭載されるベースライン Q-C2 と同様に、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD-5.1 が統合されていて、さらにオープンアーキテクチャ化イージスコモンソースライブラリーすることによって、今後アメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10に採用される数々の新しい機能を利用することができるとされているね。イージスシステム搭載艦の設計においては、弾道ミサイルや地上発射型あるいは航空機発射型の巡航ミサイルなどの多種多様なミサイルの脅威に対して、臨機応変かつ持続的に対応する必要があり、24時間警戒態勢が可能になるように稼働率を向上させること、冬季の日本海の荒天時などでも影響を受けにくい対応性があること、長期間洋上に常駐する任務に耐えるだけの乗組員の居住環境などの改善などのほか、超音速で飛来するために迎撃が困難として大きな脅威となっている極超音速滑空体 HGV を撃墜するための、新型迎撃ミサイルの運用など、将来的に開発されるであろうと考えられる装備品の運用を、わずかな改修で可能にできるような拡張性など、様々な要素に対して総合的に考慮された上で、既
村のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力を保持できる艦艇であることとされているんだ。イージスシステム搭載艦の私兵層には、艦対空スタンダードミサイル、スタンダードミサイル SM3 や、弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応可能とされる SM6 のほか、日本が侵略を受ける可能性が高まった際に敵基地を攻撃するための反撃能力として、射程延伸回収の後に導入が予定されている12式地対艦誘導弾能力向上型艦艇発射型も搭載される計画だぜ。これらの各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に搭載される垂直発射装置 VLS は200セル以上とされ、これはアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南昌級駆逐艦の112セルを大きく上回り、水上戦闘艦としては世界最多となるな。今年8月に実施された概算要求において出していた、1隻3797億円の概算要求がほぼ認められた形となってはいるものの、財務省側ではイージスシステム搭載艦の建造にあたっては、物価高や円安の影響で膨張している防衛費抑制のために、実効的なプロジェクト管理体制を構築して建造にあたることとし、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダーの選定についても、白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求めたよ。イージスシステム搭載艦に搭載するレーダーなどの装備には、ANSPY7 イージス武器システムとベースライン J7B 及び、アメリカ海軍が開発した共同抗戦能力 CEC が搭載される予定であるが、その搭載レーダーの白紙化の検討を求めていることについて、様々な憶測を呼んでいるんだ。マヤカタ護衛艦に搭載されているレーダーは ANSPY-1DV あり、アメリカ海軍のイージス駆逐艦アレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新型であるフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 ANSPY-6 が導入されていることから、イージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を搭載することを疑問視する声が以前から上っていたね。しかし、防衛省ではオージスシステム搭載艦に ANSPY-7V1 を採用する理由として、性能面において SPY-7 と SPY-6 との間に大きな差はないことや、実写試験や維持運用に必要となる経費を含めた経費総額で比較すると SPY-7 の方 SPY-6 よりも安価となること、現時点で SPY-7 を SPY-6 に変更した場合には調達スケジュールにおいてさらに数年の遅延が発生することなどを挙げて、SPY-7 の導入予定に変更がないことを強調しているぜ。それでも疑問視する声の中には、これらの防衛省の主張は全てが後付けであって、陸上のイージスアショア用として ANSPY-7V1 に機の購入をロッキードマーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでにかかった経費700から800億円が回収できなくなるからではないかと憶測する声が上り、防衛省としてはもはや ANSPY-7V1 を選択するより他には道がなかったとする見方が広がっているらしい。財務省側から発信された搭載レーダーの白紙化発言は、この防衛省の姿勢に対して釘を刺しているものとされ、既存の SPY-1D や SPY-6 などと競合させて導入価格を抑えさせようとの目論みがあるのではないかと見られているわけだ。また軍事専門家などの間では、近年における海上自衛隊の慢性的な人員不足について触れながら、1艦あたり240人とされる乗組員の確保が難しいとの指摘が出ており、地上配備で人員が少なく済むイージスアショアの導入を再検討すべきだとする声も上っているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカ海軍において航空機及び航空機搭載兵器に関する物的支援を提供する機関である。海軍航空システムコマンドネイバルエアシステムズコマンド NAVAIR のことは、みんなも知っているよね。その海軍航空システムコマンドが2024年2月7日付のプレスリリースで、軽空母化改修が進められている海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の1番艦出雲に搭載される、
着艦誘導装置 JPALS ジョイントプリシジョンアプローチ&ランディングシステム1機を契約金額860万ドル約11億3000万円で、製造元のアメリカのレイゼオンインテリジェンススペース RI&S に発注する契約を交わしたことを発表したな。さて、今回は空母化改修が進む護衛艦出雲に搭載予定の着艦誘導装置を発注した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の続きなんだけど、レイゼオンからも2月14日に、NAVAIR 内においてプログラム管理責任を負うアメリカ海軍交通管制プログラム室 PMA213 から、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲向け統合精密侵入着陸システム JPALS を FMS 契約で受注したことが明らかにされたよ。これは2022年12月にアメリカ海軍が FMS 対外有償軍事援助を通じてレイゼオンに発注したもので、今回は2024年度令和6年度に出雲に搭載される予定とされ、防衛省では2022年度令和4年度防衛予算で計上していた出雲型護衛艦改修費用61億円のうちの36億円から支出されるみたい。また、2023年度令和5年度防衛予算においても出雲型護衛艦の改修費として52億円が計上されており、その予算の中から2番艦加賀に搭載される着艦誘導装置 JPALS を取得することになっているな。この JPALS とは、GPS グローバルポジショニングシステムと UHF 並みによって F35 ライトニング2や、FA18 スーパーホーネットなどの艦載ジェット戦闘機及び V22 オスプレイなどのテルトローター機や、ヘリコプターなどの航空機を母艦まで自動で誘導し、空母や強襲揚陸艦への着艦をサポートするシステムで、それらの艦載機にそれぞれに搭載される受信機と GPS センサー、艦艇に搭載するアンテナなどの機器で構成されており、夜間や悪天候時に海上の波高が4メートルある状況でも安全に着艦を誘導できるシステムだぜ。空母や強襲揚陸艦に着艦しようとする航空機は搭載している受信装置によって、GPS センサーによって取得した海上におけるリアルタイムな位置情報を確保すると同時に、航空母艦や強襲揚陸艦側から発信される UHF 波を受信し、それらによる位置情報を照合して磁気と母艦との位置関係を正確に割り出して安全に着艦を行うことが可能となるらしい。航空母艦側からは指向性が強い誘導用電波をも発信させることが可能であり、夜間や降天時など着艦しようとする航空機のパイロットの視界が確保できないような場合においても、安全で確実な着艦誘導が行えるよ。この JPALS による着艦誘導については、すべてをシステムに任せる自動制御も可能であり、航空母艦や強襲揚陸艦での航空機運用におい最も難易度が高く人為的なミスが発生しやすいとされる着艦を、システムを完全かつ安全に行うことが可能だね。アメリカ海軍ではこの JPLAS を、保有するすべての原子力空母に搭載しているのはもちろん、軽空母的に F-35 の垂直短距離離着陸 VSTOL 機である B 型を運用しているアメリカ級強襲揚陸艦などにも搭載しているほか、同盟国のイギリス海軍のクイーンエリザベス級空母クイーンエリザベスとプリンスオブウェールズや、イタリア海軍の空母カブールにも搭載して、これら同盟国空母との共同作戦を実施する際のパイロットの負担を軽減させていて、海上自衛隊の出雲型護衛艦にも搭載することでインド太平洋地域における共同作戦を無理なく実施できるようにしているんだって。レイゼオンのサーベイランス及びネットワークシステム担当社長であるデニス・ドナヒュー氏は過去数年にわたって当社は、PMA213 と海上自衛隊との協力のもと、軽空母として運用される予定の出雲型守る艦での固定翼航空機運用における、安全性と運用能力の向上をもたらすために、気象条件に関係なく常に正確な着陸が可能となるよう JPALS の改修に努めてきたとした上で、当社はこれまでアメリカ海軍に22機のシステムを予定通り、もしくはスケジュール前倒しで納入しており、この早期納入の実績を日本の護衛艦に対しても引き継ぎたいと考えているとの声明を発表し、出雲型護衛艦への搭載に全面的に協力する姿勢を示したよ。
護衛艦出雲における1回目の改修工事では、F-35B が垂直着艦する艦尾に近いヘリコプター発着艦用の4番、5番スポット周辺の飛行甲板の耐熱塗装や、飛行甲板上を滑走路と待機用エプロンとに区分する赤と白の短いラインが交互に塗られたセーフパーキングラインが引かれ、さらに走路部分には黄色の滑走路の表示線であるトラムラインとショートテイクオフライン、バウラインが引かれたな。トラムラインは F-35B が発艦する際の短距離滑走のためのセンターラインとなり、これに沿って滑走を始めた F-35B は飛行甲板上に横に引かれたショートテイクオフライン上で水力ノズルを下側に向けて浮力を増し、さらにそこから250フィート76.2メートル先に引かれているバウラインに達したところで飛行甲板から車輪が離れて飛行状態に入るぜ。これらの飛行甲板上の改修を終えた出雲において、2021年10月3日の日中に四国沖の太平洋上においてアメリカ海兵隊岩国航空基地の第242海兵戦闘攻撃飛行隊所属の F-35B2 機による発着艦試験が実施され、垂直着艦及び短距離発艦の試験が成功したとして、防衛省では5日にその際の動画を公開して大々的に発表したよ。ただし、この時点では出雲に JPALS は搭載されていないため F-35B の誘導は手動で実施されており、アメリカの強襲揚陸艦上で航空機誘導に当たっているベテラン誘導員が担当したものとみられているな。防衛省では F-35B を2025年度令和7年度から導入するとして、最初の6機が2025年度中に配備される予定とされていて、現在急ピッチでパイロットの養成が実施されているとみられているが、2024年年度末から開始される出雲の2回目の空母化改修が終わったとしても、航空自衛隊の F-35B のみで出雲に艦載される航空隊が編成されるかは微妙とされ、F-35B 飛行隊編成まではアメリカ海兵隊が運用している F-35B の海上航空基地として使用される可能性が高いとされているよ。また自衛隊にしても、出雲と加賀の空母化改修が完了するのが2027年度とされていることから、それまでの間にアメリカが海軍の強襲揚陸艦において海兵隊の F-35B を運用するという2つの異なる組織での、共同運用のノウハウについて学ぶ良い機会であるとの見方もあり、海上自衛隊の護衛艦上で航空自衛隊の戦闘機を運用するこの上ない手本となるだろうと見られているぜ。また、出雲型護衛艦に搭載できる F-35B の機数は10機から多くとも14機程度とされていることから、出雲と加賀を合わせても最大で30機にも満たず、中国海軍の空母1隻分にもならないとして出雲型護衛艦の改修と高価な F-35B の導入に防衛予算を投入することを、無駄であると指摘する軍人評論家が少なからずいるようだな。しかしながら、近年緊張が高まっている中国による台湾への軍事侵攻や、毎日のように中国海警局の艦艇によって領海侵犯が繰り返されている尖閣諸島での軍事衝突などが勃発した場合、中国軍が沖縄本島の飛行場などに先制攻撃を仕掛ける可能性があり、その際には航空自衛隊の那覇基地や場合によってはアメリカ空軍の嘉手納基地なども弾道ミサイル攻撃を受けて使用不能となる可能性は否定できないぜ。その場合、南西諸島には大隊となるような長い滑走路を持つ飛行場がないため、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦のみならず出雲型護衛艦も、移動可能な洋上航空基地としての運用が期待され、出雲型護衛艦の軽空母化改修には意味があるとされているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。